世界のトップスケーターたちが集まって氷上で熱い戦いを繰り広げるグランプリファイナル国際フィギュアスケート、昨日開幕して今日で2日目です。来月にあります世界選手権、それからちょうど1年後のソルトレークシティオリンピックを控えて、選手たちにとってもとても重要な大会となっています。2日目の今日はこの後、男子シングルのラウンド1でのフリーの演技とペアのラウンド1でのフリーの演技をお伝えすることになっています。ではまず男子シングルのフリーの滑走順をご紹介します。1番目に滑りますのがスタニック・ジャネット、フランスの選手です。続いてロシアのイリア・クリムキン、3番目がアメリカのティモシー・ゲーブル、同じくアメリカのマシュー・サボイ、そして続いてロシアのアレクセイ・ヤグディン、最後に同じくロシアのエフゲニー・プルシェンコという順番になっています。ではここから男子シングルフリーの演技を解説五十嵐文夫さん、実況は狩谷藤尾アナウンサーでお伝えします。